障害者雇用の精神障害者をある日アルバイトのシフトの当日にいきなりクビと言って即日無理やり辞めさせて、何の解雇手当も雇い止め手当も1円も払わんかったクソ会社。ここのオーナー、また、はじ、と、ここの店長、ま、さき、あき。あれね、今20時26分ぐらいのはずなのに、営業してないぞ。どうしたのかな？休止中だって、どうしちゃったのかな？ありえないよね。あれれ、おかしいな。休止中だってどうしちゃったのかな？おい！おい、千秋！おい、千秋、はじめ！はじめ！お前、イルス使ってんじゃねえぞ、お前！おい！てめえ、イルス使ってもいいの分かってんだぞ、てめえ！逃げられると思うなよ、お前！お前やったこと不当解雇だぞ、てめえ！許さんからな、マジ！労働基準監督署行ったらな、てめえ！イルス使って返されたわ。お前退職させた、辞めさせたって言うんやったらな、退職証明書出してみろっつうんだよ、こら！てめえ退職と証明書送ってこねえのか？なんだ、まずいのか？退職証明書出したらまずい理由があるから送ってこないのか？ほんでイルス使って休みました。アホちゃうかいな。おい、てめえ許さんからな、マジで。調停してやるからな。朝廷から審判行くぞ。覚えとけ、この野郎。